はい、和正です。皆さん、選別作業進んでますか？選別する上でメスとオス、それぞれね、分けていく必要があると思います。このメスとオス分ける作業ですね、結構大変だったりしないですか？自分では分かってるつもりだけど、実際ね、これメスなのかオスなのかよくわからないというね、答え出てこないですか？ SNS でもそうなんですけど、自分宛にね、 DM を送ってくれる方がいるんですけど、これメスですかオスですかと言われること結構ね、多いんですよね。なのでメスとオス分けるね、自信がないとわからないと言われる方のために、今回メスとオス見分ける訓練っていうのをね、一緒にやっていけたらなと思います。今回は普通体型、そして光体型とキッシングタイプですね、この3つを仕分けできるかなといった感じでやっていきたいと思います。いや、キッシングタイプはね、結構難しいですよね。自分もね、わからない時があります。もうベテランの方からすればね、わかっていると思いますので、温かい目で見ていただけたらなと思います。まずはこちら、普通体型ですね。どちらがメスでどちらがオスかわかりますか？普通体型のオスは尻びれが長方形状、そして背びれの付け根のところに少しね、欠けているような感じだったりします。そしてメスはオスに比べて尻びれが長方形ではないような、尾びれに向かうにつれて幅がね、狭くなっていくというのが特徴ですね。あと背びれにオスと違って欠けていないというのが特徴になります。なのでこのメダカたちを見ていただければすぐね、わかると思います。なんならね、ヒントがもうすでについていますので、オスとメスはっきりとね、わかるんじゃないかなと思います。今右側にいるのがオスですね。今左、右側の方に行こうとしているのが、手前の方にいるのがオスですね。まずはそれぞれのね、特徴をしっかりと掴んでおくことが、別の体型の雌雄の判別ですね、が分かるようになってくるかなと思います。続いては光体型となります。光体型は普通体型と違って、背びれと尻びれが同じような形をしているのが特徴になります。そして尾びれは扇状になっているのが光体型の特徴となります。光体型は尻びれが尾びれに行っているような感じなので、これはね、非常に分かりやすいんじゃないかなと思って、この子たちを動画にしました。先ほどの普通体型のオスとメスの違い、普通体型の背びれと違うので、尻びれで判別するのが分かりやすいと思います。見ていただいたら分かると思うんですけど、尻びれがそれぞれね、大きさが違うと思います。先ほどの普通体型でお話ししたんですけど、オスは大げさに言って正方形になっている、そしてメスは尻びれに向かって小さくなっていっているという特徴を言えば、右側がオス、左側がメスとなっております。この子たちは非常に分かりやすい光体型だと思います。はい、そして最後ですね、こちらがキッシングワイドフィンですね。これは非常に分かりやすいので、この子たちをピックアップしました。キッシングワイドフィンは背びれほとんどね、違いがないと思います。尻びれはそれぞれね、分かりやすいかなと思います。普通体型のオスは尻びれが正方形になっている、メスは尾びれに向かって幅がね、小さくなっていっているというのが特徴になります。
なのでこの子たち、その特徴を捉えると手前がオス、奥の方がメスとなっております。キッシングワイドフィン、こんなにね分かりやすい雌雄の子っていうのはねそこまで多くないので、もっとね分かりやすい特徴を説明すると、オスはメスに比べてヒレがねふさふさなんですよね。手前の子見ると先っちょがふさふさになっていると思います。背びれも尾びれも尻びれもそれぞれ先がねふさふさになってます。それに比べてメスは先がねふさふさ感がないと思います。それが分かりやすい説明かなと思います。次に分かりやすい特徴としてはヒレに大きな違いがあります。ヒレというよりもヒレ光ですね。ヒレの光り方が全然違います。メスはオスに比べてヒレがね光るという特徴があります。全体的に光っていると思います。特にね尻びれが分かりやすいと思います。オスはメスに比べて先がね光っているように、ふさふさしているので光っているように見えると思います。それがね分かりやすい特徴なんじゃないかなと思います。ここまで大きくなれば結構ね分かりやすいと思うんですけれど、稚魚の段階だとかなりね難しいと思います。稚魚の段階で選別すると大きくなった時にね、あ違ったと言ったことが2回ぐらいあります。なのでキッシングワイドフィンは若魚クラスですね。それぐらいになればねこんな形で分かりやすいと思います。それでも分からないよと言われる方がねいらっしゃるんじゃないかなと思います。普通体型にしても光体型にしても、このキッシングタイプですね、雌雄の判別ですね、未だにそんなに自信はないんですけど、それでもね分かりやすい方法っていうのがあるので紹介したいと思います。自分がよくやる雌雄の分け方なんですけど、これをねほとんどやってます。上身で雌雄を判別するようにしてます。ヒレの特徴が分かりにくい子とかはね特にこのやり方をしてます。静止画じゃなくて動いている映像で雌雄判別ぜひねしてみてほしいなと思います。上身で見た時にオスはメスと比べて口元がまっすぐなのが特徴になります。完全なまっすぐではないんですけど、メスに比べてまっすぐ、そしてメスはオスに比べて丸くなっているんですよね。それを踏まえてこれを見ていただくとわかるんじゃないかなと思います。あと体格を見てわかると言われる方もいるんですけど、自分はね結構わからないので口元を見て判別することが多いです。皆さんわかりますか？ちょっとね映像だとわかりにくいと言われる方はね、ぜひ自分のメダカを上身で見てみてください。これは左側がオス、右側がメスとなっております。オスに比べてメスはね口が丸くなっているのがなんとなくわかるんじゃないかなと思います。まあ、ぜひね参考になればいいなと思います。慣れるまでやはりね繰り返し選別をするというのがね雌雄判別をしていく上で大切かなと思います。それでも迷う時はねあるんですけどね。それではご視聴ありがとうございました。